ありがとうございます。伊勢崎線区間10急館林行きです。西新井、草加、新越谷に停まります。新越谷から終点館林まで各駅に停まります。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、車内での通話ご遠慮ください。ご協力お願いいたします。次は西新井です。西新井出口右側です。西新井の次は草加に停まります。乗り換えのご案内です。竹の塚八塚各駅停車は向かい側4番線です。この後は北越谷行きは47分です。台線は橋を渡り2番線です。ちょっと待って。
次は草加です。お客様にお知らせいたします。草加駅では1月6日から安全対策の一環として3番線と4番線のホームドア設置工事を随時実施しています。工事期間中ホームドアは開いたままとなっておりますのでご注意ください。ご利用のお客様は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。新越谷に停まります。乗り換えのご案内です。東京大学前新田5号各駅停車は向かい側4番線でお待ちください。なおこの後は北越谷行きは56分です。準急館林行きです。東急で特急列車通過待ちです。53分発です。
間準急館林行きです。次は新越谷に停まります。まもなく発車いたします。いたしました。次は新越谷です。新越谷、出口は右側です。忘れ物ないようご注意ください。なお、この電車は新越谷出ますと、終点館林まで各駅に停まります。越谷、北越谷、大袋、浅間台、
竹里石割春日部北春日部の順に各駅に停まります。乗り換えのご案内です。JR 武蔵野線は改札口を出て乗り換えください。ご利用いただきましてありがとうございました。新越谷です。行きです。これより先は各駅に停まります。次は越谷です。まもなく越谷出口右側です。次は北越谷です。
北越谷出口右側です。大袋出口左側です。次は宣言台です。
千元台、千元台。出口は右側です。4番線に着きます。忘れ物ないようご注意ください。乗り換えのご案内です。春日部東武動物公園方面、急行久喜行き、9時12分。向かい側3番線でお待ちください。江戸急行久喜行きは終点の久喜では、数を排除立場正面の列車の待ち合わせはありません。あらかじめご了承ください。館林行きです。各駅に停まります。当駅で特急列車の通過待ち、その後急行久喜行きとの待ち合わせです。13分発です。